コンタクト入れてないので目が見えません。ツイッター見た？ああ、さっきツイッターを投稿したもん。そうなんですよ。ありがとう。リプしてくれたの？うん。ファイトありがとうございます。そう。うん、いい、ありがとう。おはようございます。中村舞です。うん、コメント欄には近くないとちょっとごめんなさいね。ありがとう。ありがとう。ハート。ちょっと生活は難しいな。反動頑張っても聞こえるわ。ごめんねいや、ありがとう。朝からね。起きたてです。自然光浴びてます。おお、やめな。クマありがとう。クマ目がもう充血。七夕ですね、ほんと。会いたい、ありがとうございます。なんかさ、天気悪そう。え、天気予報見てないけど。窓から感じる天気の悪さ。がする。ほんと、ありがとう。今日暑いの。そうなの。ありがとう。朝、何？ダメだ。目が追いつかない。ダメだ。しかもさ、寝起きってさ、両目使えんのよね。なんか片目しか使えんくてさ、なんかね、変なんだ。やる？みんな。両目使えんくない？寝起き。片目で。効き目みたいなんで見ちゃ
はい、会いたい、ありがとう。二度寝しよう。いや、マジでしたい。ね、みんなもしたいでしょ。したいよね。片目閉じて見てます。やっほー。おはよう、おはようございます。ちょっともう、葛藤する姿。あとね、最近はこの右の鼻がめっちゃ詰まってるんですよ。で、あ、もう右の鼻が本当に詰まってるわ、鼻シュッシュしようと思って鼻シュッシュ取りに行った瞬間に右の鼻が言うこと聞くようになるんですよね。悩みです。些細な悩み、本当に今めっちゃ詰まってる。鼻炎あるある。そうなの、鼻炎持ち。なんかすごい朝から謎なコメントがいっぱい来るんですけど、マジで、なんかんすごい、もう謎すぎる。卵産んでますかみたいな。いや、もう産んでませんよ。2個も2個も3個も0個です。みんな朝ね、絶対寝ぼけてるんだ。寝ぼけてるから私がうーって言ってたから産んでないよ。朝からすごいです。なんてことでしょう。早起き、嘘、嬉しい、褒めて、もう褒めて、もう起きただけで褒めてほしい。いっぱい起きただけで、てかもうね、起きただけで偉いよね。ありがとう。この後は仕事に行きます。今日夜配信が多分できないので今やってます。ありがとう。カニみたいなの、そうなの、ありがとう。あの短冊、めっちゃお姉ちゃんの声聞こえるんじゃけど。独り言、独り言じゃない、今はあのお母さんとおじいちゃんがいる家に。昨日、おととい、そう、おじいちゃんに会ったんですよ、昨日。そうそう、で、お寿司おじいちゃん食べに行った。
そうなんよね。初、広島におじいちゃんが来るの初で。そうなんです。で、今日、すっごい、姉さん大丈夫かな。そんなに喋って。ありがとうございます。ありがとう。そうなんですよ。なんかお母さんが愛媛から車でしまなみ海道通ってきて、なんでそう車で、そう普段ね広島で車乗ることがないから、そう車に乗って、そうなの、ご飯食べ行った。ありがとう。おじいちゃんいくつか、おじいちゃんの89歳って言ってましたかね。え、そう、89です。おじいちゃんなんか年齢聞いてもね、何歳やったかな、88足す2引く1とか意味のわからんこと言うんですよね。もうなんかサバをしかも絶妙に呼んできたりするんですよ。なんかちょっと謎なんですけど、89歳。そうなんやね。ちょっとサバ読んでくる。89歳なのに87歳って言ったりとか、だから2歳ぐらいのサバ読んでくるんですよ。いやじいちゃんってそんな2歳のサバじゃいけんよって、絶妙な。ほぼ変わらん。まあ、2歳はね、ちょっとね。ありがとう。バラありがとうございます。で帰りにあのじいちゃんが初めて、じいちゃん初のドン・キホーテに一緒に行ったんですよ。なんかドン・キホーテ、これはドン・キホーテです、ドン・キホーテだよって言ったら、こんなものは見たことがない、近くに、家の近くにでもないから、初ドン・キデビュー。ありがとう。いやそう、愛媛にもあるんですけど、多分こう何ですか、何個かしかないから、その近くに住んでないと、そうじいちゃんも車も運転しないので、
愛媛栄えてる、うーん、場所によるかな。私がでも住んでたとか結構田舎、よくみんなが言う田舎っていう感じの田舎あのね、そうですね、場所によりますかね。これから満員電車だって、うわ、揉まれて揉まれて気をつけてください本当に会えた、ありがとう。ありがとう。チャリで大学です。わお、漕いで漕いで漕ぎまくれ。そうだよね、通勤の時間って多いよね、人が。あ、バス、バスの人もいますね。バス、自転車、満員電車グラングランして揉まれる。え、どういうことなん。でもさ、こう眠くなって寝てもどこかに誰かの肩があるってこと。そういうこと？ポンポン。車通勤、私ね、車通勤の人、自分が車運転しないからなのかもしれないんですけど、めっちゃすごいなと思って、朝から車を運転する元気があるのがめっちゃすごいなと思うんですよ。しかも集中力いるくない？すごいよ、自分運転できないし。元気ないんだ、走る元気ないんだ。そうだよね、運転大変そう。私ダッシュ、うん、場所によるけど、ダッシュかバスかな。うん、ダッシュすることある。でもダッシュしてたら集合場所に近づけば近づくほどダッシュしてる他のメンバーも会う可能性があるなんで、うん、みんなダッシュだよダッシュしてたらおおみたいな、おーおーおーみたいな。みんなダッシュで集合、ありがとう。だからなんか集合場所に近づけば近づくほどダッシュしてる人が増えるなんか誰かの背中とか見つけたらめっちゃ嬉しい。なんかうわ、これは誰かの背中やなみたいな。
これめっちゃ、うん、嬉しいの、すごい。ありがとう。急ドライヤーの音してる。ほんとだ。ドライヤーしてる。あ、だからボンボンしてるよ。昨日はおきちゃんと合流したわ。おきちゃんダッシュしてたよ。やばいってギリギリや、やばい。いや起きちゃうね。そんな、うん、早くよく来てますけどね。ギリギリっていうよりかは時間ギリギリ、うん、どうだろう。私は結構攻めちゃいますけどね。ありがとう。もう姉級の生活は丸聞こえだな。くしゃみしてる。うん、今何時ですか？うん、生活音すごい。すごいすごい。怖いですね。おじいちゃんがね、扉を開けてこないか。42分か。昨日深夜の3時ぐらいにおじいちゃんが扉を開けてきたので、ちょっと私の部屋の扉を開けてこないか心配です。年中に、じゃあちょっとそろそろ壇上呼びます。おじきゅう。じいちゃんのことおじきゅうって呼ぶの。じいちゃんです。じいちゃん呼び。じいちゃん、ちょっと待って、壇上呼ぼう。ゼロさん、ゆずききさん、みやびさん、あおさん、シーサーさん、くまねパパさん、けんじさん、トールさん、マカロンさん、ボンチャーさん、ゼータンさん、アイさんさん、ナンバのひさとさん、ありがとうございます。目が覚めました。ようやく。皆様ありがとうございました。お仕事に行きます。私はありがとう。皆さんもお仕事とかなんか学校とかなんかいろいろ頑張ってください。今日は多分もう夜配信がなかろうと思いますので、またメールします。それでは皆さん、わあ、初見さんもありがとう。中村舞でした。よければ、ツイッター見てください。それでは、いってらっしゃい。行ってきます。またねー。